はい、お世話になっております宮崎です。お家で焼肉をするときに煙が出るじゃないですか。今回はそれを出にくくする方法っていうのをね、紹介したいと思います。先にね、答えを言います。1つ目、お肉が冷たい状態のままで焼かないっていうことと、プレートが高温の状態で焼かないっていうこの2点です。それでは早速いってみましょう。まずは常温に戻したお肉と冷たいままのお肉を同時に焼いた時のシーンを見てみましょう。ドン。煙が出やすいようにわざと強火で焼いたんですけど、まあ常温と冷たいままでは、まあこういうふうに差が出ます。じゃあ2つ目です。強火で焼いたらまあ煙がいっぱい出るっていうのはまあ想像通りやとは思うんですけど、じゃあ逆にあの弱い火で焼いたら美味しく焼けないんじゃないかって多分みんな思われてるんじゃないかなと思うんですけど、お肉ってね、結構低い温度で焼いても綺麗にね、焼くことができます。まあデメリットで言うと時間がかかるっていう感じですね。その前にあの焼肉のね、機械いろいろあると思うんですけど、このようにね、温度調節の機械がついてるやつ選んでください。こういう温度調節のない焼肉プレートっていうのはまあ大体高温の設計になってるんで、煙はねめちゃめちゃ出ます。じゃあちょっとやってみます。中温ですね。ハイ、ミッド、ローのミッド、真ん中ぐらいの温度ですね。これちゃんとジューって言うでしょ。ほら、まあ霜降りのお肉と赤身のお肉、ちょっと時間はかかりますけど、あのね、綺麗にね焼けます。煙出てないでしょ。お肉乗せた時にジューっていうぐらいの低温っていうかな、中温ぐらいで焼くといいと思います。普通こうやってひっくり返したら動かす、お肉を動かすと煙バーって出るんですけど、あの低い温度だとね、そんなに煙は出ない。実は先こっちで焼こうと思って電源入れたら何も乗せてないのに、ここについてる汚れがずーっと煙で燃え続けて悲しいなっていうことでこっちで今焼いてます。だからね、そう、なんていうんだろう、使い込んでここに汚れが残ってたらもう高温だろうか中温だろうがもうひたすら煙が出続けるっていう。だからもう一つ付け加えるんだったら、焼肉終わった後ね、本当に綺麗に洗ってあげるっていうのはね、すごくね重要かなと思います。うん、負けるとしたら高温で焼いた時の香ばしさぐらいかな。めちゃめちゃふわっと柔らかいです。あの低い温度で焼いた方が一回ねやってみてほしいなと思います。機械にもよりますけど、煙はかなり減らすことができるんで、気になる方はぜひやってみてください。はい、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。